はい、緊急で動画を回しているんですけれども、私の親友のミキティア、高須ミキヤ先生がコスプレをしてフルボトムスクワットをするという全く意味のわからない動画をアップしておりましたので、解説してみたいと思います。まずですね、自宅のリビングでフルボトムスクワットができる、まあ、その環境を整えている、これは本当に素晴らしいことで、もうね、来年のボディービル大会ジュラシックカップが今から楽しみでなりません。今回ね、本当に、胸、肩、腕、背中、素晴らしい仕上がりだったんですよね。しかしながらね、それと比べると足のカットが少し物足りないなという、状況でしたので、まあ、そこがね、大きな伸びしろ、成長のチャンスですから、もうそこに意識が向いているという、ことがね、垣間見えて本当に、素晴らしいなと思いました。そしてね、セーフティーバーもしっかりセットしていて、安全面にも配慮していると、頸髄損傷ね、四肢、両手、両足が麻痺してしまうような大きな、重篤なね、後遺症を負う怪我につながることもありますから、こういった配慮は、大変素晴らしいと思います。まあ、しかしながらね、あのセーフティーバーはですね、まあ、独立で立っているタイプなんですよね。で、それぞれ左右独立していますから、安定性が低いんでね、これ本当に気をつけていただきたいと思います。勢いよく潰れると、セーフティーバーごと倒れてね、全く意味がないということもありますから、本当に注意していただきたいと思います。ミキティアのスクワットの環境はですね、スクワットのラックもね、独立して立っている形ですから、これも危ないので、勢いよく戻してしまったりするとね、倒れてしまいますんで気をつけてください。一個ね、気になったことがあって、いつもね、ベンチプレスの時は、よし行くぞって言って、緊急でね、ベンチプレスしますと言って、セーフティーバーセットして、よし行くぞって言って、倒れた時に、バーベルに頭をぶつけて、行って、なんだよ、このベンチプレスはいと。いうね、あの茶番があったんですよ。今回ね、それがなかったのが本当にね、悔やまれます。次回以降はね、危機感を持ってやっていただければと思います。で、スクワットのフォームなんですけれどもね、本当にフルボトムスクワット、もうお尻がかかとにつくぐらい、しゃがみ込んでいるという、素晴らしい深さでしたね。まあ、しかしながらね、ちょっと角度、映してる角度がね、斜めなんで微妙なんですけど、本当にフルボトム領域に入った時に骨盤がね、後傾しているように見えたんですよ。まあ、これはね、いくつか原因ありますけれども、一つ考えられたのは、あの動画から考えられたのは、このね、体に対して太もものね、開き具合、これがね、足りないとね、骨盤が後傾しやすいんですよ。大腿部のね、前面が骨盤に当たってね、もうどうやっても後傾してしまうと、こうなってしまうということがありますんで、もうちょっとね、開いてね、開くためにね、お尻の力も入れますから、必要ですからね、お尻のトレーニングとしても有効になってきますんで、そうすることでもしかしたらフルボトムで、骨盤が後傾しない、しかもお尻も鍛えることができる、さらに足をね、こう割ってますから、内転筋にも強烈なストレッチが入って、横幅の太いね、ボディービルで映える足を作ることができるんじゃないかなというふうに思いました。さらにもう一点はね、しゃがむとき、その前にね、大きく息を吸い込んでね、腹圧を上げた方がですね、体幹部は安定してきますね。まあ、ミキティアはね、医療者ですから、もしかしたら、腹圧を上げすぎることによる血管系への、ね、ストレスというものを避けたいのかもしれないと。バルサルバって言ってね、堵塞、息を止める、息むことによって血管を強く刺激する、血圧を上げすぎてしまうというリスクを回避しているかもしれないと思いましたが、まあ、来年のジュラシックカップでね、足をバッキバキに仕上げるためにはね、もう腹圧を上げて体幹部の剛性を高めて、スクワットの刺激をね、体幹のしなりで逃さないということも大事なんじゃないかなというふうに、考察しました。まあ、ということで、緊急でね、ミキティアがコスプレをしてフルボトムスクワットをする動画について、私なりに考察、解説してみました。ということで、トレーニングいってらっしゃい。私が創業したジムガレージではトレーニングマシン販売、ピラティスマシン販売、そしてジム出店トータルサポートをしております。
詳しくは QR コードを見てトレーニングいってらっしゃい。私の長年の研究の結晶であるこのバズーカホエイペプチド、研究開発を重ねてさらに進化いたしました。全ての味で天然甘味料 100% になりました。そしてこの柄の長いスプーンで取りやすいようにしました。スポーツサプリメントでは初となるグラスフェッド低分子ホエイペプチド、そして筋合成のスイッチを押すロイシンなど筋肉にいいものしか入っておりません。さらにアンチドーピング認証ももちろんクリアしております。最強かつ安心安全なこのサプリメントでホモサピエンスからボディービルダーへと進化してください。そして携帯できる最強 PFC バー6パックプロテインバー、そこに完全栄養食も加わりました。さらにはマシン、書籍など筋肉にいいことを皆さんにご提供させていただいております。ぜひチェックしてみてください。